ケーマン諸島の地図グランドケーマン島の地図イギリスの海外領土であるケーマン諸島は6の地区に区分される。ケーマン諸島は3つの島から成り立っており、最も大きいグランドケーマン島は5地区。他の2つの島は一括りで1地区となっている。この区分は国勢調査にも使用されている。一方でケーマンブラック島とリトルケーマン島を別々にし7地区とする場合もある。 地区の地図。この地図では、ケイマンブラック島とリトルケイマン島は、別々にされている。ケイマン諸島全体で19の選挙区がある。西ウェストベイ北ウェストベイ中央、ウェストベイ南ウェストベイ北ジョージタウン中央、ジョージタウン西ジョージタウン南ジョージタウン東、ジョージタウンレッドベイプロスペクトニューランズサバンナ西、ボーデンタウン東ボーデンタウン。 ノースサイドイーストエンド西ケイマンブラック島を及び、リトルケイマン島東ケイマンブラック、島ケイマンブラック島の地図ケイマンブラック島には5つの地区に分けられる。statoids.com スラッシュ districtsofcayman islands,hat the world factbook, ケイマンアイラン n ハットザ2010カイマーアイランズセンサスレポート PDF ハット AIR-WORLDWIDE.com スラッシュ CAYMANISLANDS スティストリクトコー u ハットシティパプヤレーションでハットシティポピュレーション閲覧日2017年6月26日エレクションスオフィスカイマーアイランズガバメントハットカイマンブラックリトルカイマン ありがとうございます。